アメリカ国土安全保障省の中に偽情報管理委員会が作られたことが4月27日連邦会員の本年度予算校長会で発表されました。偽情報管理委員会とはその名の通り、どの情報が正しくどの情報が間違っているかを管理する委員会なわけですが、普通に考えて昔の自由の国アメリカのイメージを遠く離れ、ソビエト社会主義共和国連邦やなんとか人民共和国の政府組織の方に近い印象を受けますね。バイデン政権はそれは誤解であって、この委員会は言論の自由やプライバシーを侵害しない形で情報操作に対抗する専門家の組織であって、警察のような法執行機関ではないとしています。しかし9.11以降にテロ防止のために作られた国土安全保障省の中にある組織なので、何の力もないという説明は嘘でしょう。過去に国土安全保障省は日本人も含む何人もの人間を逮捕しています。また逮捕はされなくても正式な政府機関なので、この委員会が下した判断にはそれなりの権威が与えられることになります。例えばこの委員会が特定の動画の内容を偽情報であると判断したなら、それを理由として運営者は配信者に無断でその動画を削除したり、チャンネルを閉鎖したりということは普通に起こるでしょう。実際に WHO や CDC の判断と違うことを理由として動画が削除されるようなことは、ここ2年の間に当たり前になっています。この委員会はアメリカの政府機関ですが、私のこのチャンネルを含め、世界中の大手のプラットフォームは全てアメリカのルールで運営されてますので、この委員会がダメだと言ったら、日本人が扱っている情報でも即座に禁止できることになります。そのような大きな力を持つかもしれないこの委員会のリーダーとしてニーナ・ヤンコビッチという女が任命されています。ヤンコビッチは自称情報研究の専門家ですが、ハンター・バイデンの地獄のラップトップ事件を完全なインチキ偽情報であると決めつけた人間であり、その情報調査能力は非常に低レベルであることは実証されています。また人間的にも奇人変人に分類されており、まあこの動画のような人なんです。一体何を考えてるんでしょうか、アメリカ政府。またお会いしましょう。黒森峰夫でした。